ラッヘル・ライスは花を描いた生物画を専門としたオランダの画家。オランダ黄金時代に活躍した女性画家の一人である。デンハーグに生まれるが幼い時にアムステルダムに移る。父親のフレデリクスル医師は著名な解剖学者、植物学者であり、多くの珍しい品物をコレクションしていた。ラッヘルは花やレースで父の作品に装飾をする手伝いをしており、 そういった経験から自然にを観察し精密に記録する術を学んだと思われる。15歳の時に花を描くことで有名なデリフトの画家ウィリエム・ファン・アールストに弟子入りする。1693年、ラッフルは肖像画家のユリアン・ポールと結婚し、10人の子供を儲ける。1701年、ラッフルはデンハーグの画家組合に加入する。数年後には、 デュッセルドルフに招かれ、プファルツ選定校、ヨハン・ビル・ヘルムの下で、宮廷画家として使える。1708年から1716年までその地で、活動した。ラッヘルは86歳まで生きたが、15歳から絵を描き始め80歳代まで活動していたことになる。ラッヘルの作品は100ほどが知られている。ありがとうございます。